ファイナルファンタジーシリーズファイナルファンタジー8ファイナルファンタジー8は1999年2月11日にスクウェアから発売された RPG ファイナルファンタジーシリーズのメインシリーズ8作目にあたるタイトルロゴには本作品の主人公スコールとヒロインのリノアが描かれているファイナルファンタジー7が初の PS 版作品として 商業的成功を収めたことを受け、本作品は予算が前作から倍以上になり、ハリウッドとの連携やスタッフ200人体制などが取られた。本作では独特なキャラクターカスタマイズシステムや PS 誌に残るビレーなムービー、シリーズ初の生オーケストラ機を、そして同様にシリーズ初の主題歌、アイズオンメイを掲げ発売された。主題歌は、 洋楽チャート2週連続首位を獲得するなど、ゲーム以外の分野でも、ファイナルファンタジーの名を知らしめ、その後のシリーズに強く影響を与えた作品でもある。第4回日本ゲーム対象優秀賞を受賞。発売前や発売直後は TV でもよく取り上げられ、社員がリポーターの前でプレイしてみせるなどのかつてない、プロモーション量で TV やラジオ番組などで活躍する。 芸能人の間でもよく話題になっていた。また、アメリカ映画、チャーリーズエンジェルにも本作品がわずかに登場している。FF7 でも一部場面で導入されていたが、プレイヤーキャラクターが本格的にムービーパートでも移動することができるようになり、ムービーパートとリアルタイム CG との自然なつながりを実現している。さらに、ムービー中の物体の裏側を歩くことができるように、 なり、場面の臨場感を飛躍的に高めている。メインシナリオの他にサブシナリオイベントが多数設定されており、これらをめぐるザッピング要素も盛り込まれている。様々な背景を知るメタファーも多く、これらを読み解くのも本作の醍醐味となっている。前作までと比べるとキャラクターがリアルタッチになっている。理由は野村曰く不バイブは あまりゲームをしない人にも興味を持ってほしいと思ったんでリアルな画風にしました。リアルである方がゲームをあまりしない人も手にしやすいと思ったんですとのこと。またリアルを追求していくと結局は実写風になってしまうんですがそこはゲームなんで部分的にはデフォルメしていますとのこと。キャラクターのステータスを上げたりコマンドをカスタムするジャンクションというシステムが導入されている。 これは、従来の武器や防具を装備する行為に代わって、召喚銃や魔法を装備する独特な概念である。また、敵キャラクターのレベルが、味方キャラクターのレベルに合わせて上昇するため、低いレベルでのゲームクリアが容易になっている。他にもストーリー全編にわたってプレイできる、独自のトレーディングカードゲームがある。本作より街などの施設内やダンジョンでの通常の移動が走るようになり、 歩く場合は、バツボタンを押しながらと、従来までとは逆の仕様に変更された。この仕様は、同社の他のシリーズでも導入されるようになった。コンフィング画面にあるチュートリアルで、用語、地名、人物説明の、ストーリー背景や、基本操作、説明書には載っていない、ちょっとしたコツをいつでも見られる。また、シード筆記試験のテストで、 システムの戦闘面での応用的な内容も学ぶことができる。G 回をドローで入手できるボスでは、ドローする前とドローした後で攻撃方法が変わったり状態変化する場合がある。以下がその例である。FF シリーズでは初めて単発ダメージで1万以上のダメージを与えることができるようになっている。通常、1万以上の値が出る場合は9999 99で、 カウンターストップするが、以下の攻撃方法に限りこの上限を超えられる。従来のシリーズの召喚銃に相当する。手に入れた G 回は FF6 と同様の形式で、パーティキャラクターにジャンクションさせることができる。G 回をジャンクションすると、G 回コマンドで召喚魔法を発動することができるほか、パラメータを強化したりバトル中に使用できるコマンドを増やしたりすることができ、武器や、 防具の装備に代わる育成システムとしての側面も合わせ持つ。G 回は1キャラで複数装着することが可能。また G 回はキャラと同様にレベルを持ち、戦闘に応じて経験値と AP を入手して成長していく。G 回の入手方法は大きく2つに分かれる。1つはバトル中にモンスターからドローする方法。 もう一つは敵として登場する G 会と勝負して倒す方法である。ドローで入手する G 会の場合、そのモンスターはボスであるため、ドローせずに倒してしまうと二度と入手する機会はなく、なるが海外版のみ一部の G 会のみ、ラストダンジョンのボスでもドローできるようになっている。敵として登場する G 会は、基本的にいつでも戦うことが可能である。なお、これ以外にも、 特定のアイテムによって入手できるものなどもある。ゲーム中には16体の G 会がプレイヤーキャラがジャンクションできるものとして登場し、名前の変更も可能である。その他、ジャンクションできないものや設定上は G 会と呼ばれるが、扱いとしては敵ボスキャラクターとして登場するものも存在する。育成要素としての G 会 G 会にはそれぞれ固有のアビリティを持っており、 G 会をジャンクションしているキャラクターは、その G 会の持つアビリティを得ることができる。G 会の持つアビリティには、魔法、ドロー、G 会といった隠しコマンド、能力値の強化やバトルに役立つ付加効果などはもちろん、戦闘での G 会を強化するものや、アイテムから魔法を生成したりショップを呼び出して、取引ができたりするといった風変わりなものも、存在している。 中でも特筆すべきは所持している魔法をジャンクションするというアビリティでこれに関しては後述する。アビリティは戦闘後に手に入る AP を消費することで選択して習得することができるほか特殊なアイテムによってある程度カスタマイズできる。何らかのアビリティを習得した後ジャンクションアビリティの項目を見ると習得していない次回強化系のアビリティの項目に自動で セットされるという仕様があるため、アビリティ習得後には次に欲しいアビリティをセットする必要がある。各能力値を個別に強化したり、バトルで使うコマンドを自由に変更できるカスタマイズ性の高さが本作の特徴である。一方で、能力値の強化はジャンクションに頼る部分が大きいため、ジャンクションをせずにバトルをすると、キャラクターが非常に弱く使い物にならない事態となる。 時には強制的にジャンクションが交換、外される不親切な場面もあり、ストーリーの後半では主人公がプレイヤーに他のメンバーが戦闘するかもしれないのでジャンクションをセットしよう、今はセットしなくてもいい等と注意が行われる。シリーズ中でも育成や攻略要素が特に高いシステムだが理解できないと圧倒的に不利になったり、 新ルールを強制しておきながら外見が、旧体以前で不親切であったりする箇所は、ゲームデザインを担当した、伊藤博之本人や FF10 バトルディレクターの土田、敏郎からも後に苦言が出た。魔法のジャンクション過去のファイナルファンタジーシリーズと違い、本作では MP を消費して、魔法を使うのではなく、魔法をストックし消費する、個数制を採用している。 各キャラクターが持てる魔法は32種類、1種類に月最大100個である。魔法の入手法は、魔法は魔法をジャンクションするアビリティを持った人以外を、プレイヤーキャラにジャンクションさせることで、キャラが魔法をジャンクションできるようになる。ジャンクションアビリティは、キャラの HP、力、体力、魔力、精神といった核能力値などに対応しており、魔法を、各位置に、 原則一種類ずつジャンクションできる。習得している、または習得できる、ジャンクションアビリティは、各 G 回ごとに異なり、G 回、血空アトルであれば、魔力や HP など、G 回、芝であれば、精神や力などに対応した、ジャンクションアビリティを持つ。一連の操作は、キャラの能力値に魔法を装備するという感覚に近く、装備した魔法に応じてその能力値は強化される。 能力の強化される幅は個数に比例して大きくなり、同じ魔法でもジャンクションする位置によって上昇する数値は異なり、強力、貴重な魔法ほどジャンクションでの能力値上昇が大きくなる傾向がある。また、ジャンクションアビリティにはキャラの持つ属性やステータス以上などに対応したものもあり、属性攻撃に魔法、ファイアを装備すれば戦うが炎属性となったり、 ST 防御に魔法、スリップルを装備すれば睡眠を防御するようになる。これらはジャンクションアビリティの強化によって1箇所に2個以上装備することもできる。本作では武器の概念こそ存在するものの防具にあたる装備品は存在せず、キャラクターの強化はこの魔法のジャンクションによって行うことになる。魔法のジャンクションによる能力の上昇幅は非常に大きく、 初期レベルクリアといったプレイも可能となる一方、普通にレベルを上げてしまっても元の能力値の上昇幅は限定的で、しかも本作ではレベルアップと同時に敵も強くなってしまうため、このシステムによるパラメータの強化が実質的な戦闘力の強化となる。本作における魔法は疑似魔法という位置づけであるためか、従来の FF 作品に比べ威力は控えめで、魔法は 使うためというよりも、ステータス強化のためのジャンクション目的、または、より上位の魔法を生成する道具という要素の方が、強い。また、ストック数によっても能力値の上昇幅に、違いが生まれるため、ジャンクションした魔法を消費してしまうと能力値が下がる、ことになり、それゆえ時には魔法を使うのがためらわれる場合もある。加えて、ジャンクション次第では、 物理攻撃が魔法での攻撃よりも強力になる場合があり、さらに次回のコマンドによる効果や回復、蘇生、治療といった回復魔法の代用になるコマンドまで用意されているため、本作ではバトルで魔法を使う必要に迫られる場面が旧作に比べ少ない。ただし、モンスターからドロー、放つでストックを消費せずに使用できたり、ステータス変動で有用になる魔法も、 存在するといった利点も複数あるため、使い方を工夫する必要もある。キャラクターから魔法をドローする敵や魔法そのものを消してしまう敵も存在するが、これをされた時は、ジャンクションシステムによりキャラクターの能力が大幅低下するため、場合によっては通常攻撃より低い打撃をこむることもある。戦闘コマンドとしての次回ジャンクションした召喚獣は戦闘中に G 界というコマンドを使用することで召喚できる。これは従来の召喚と同様に専用の全体魔法攻撃を行うというものだが、本作では G 界のレベルによって攻撃力が変化するほか、MP を消費せず何度でも使用できる代わりに G 界のコマンドを選択して実際に攻撃が発動するまでには大きなタイムラグがあり、召喚までの待ち時間は G 界が 召喚者の攻撃を代わりに受け止める。このため各衛界には HP が設定され、専用の HP 回復アイテムも存在する。なお、召喚デモは野村がアイデアを出すことが多く、しかも、ノリで決まってしまうことが結構多いとのこと。各キャラクターには、相性というパラメーターが設定されており、それによって召喚までの待ち時間が変化する。 相性値が高い G 会は素早く召喚できるが、逆に相性値の低い G 会は召喚まで時間がかかる。相性は G 会を召喚したり、特定のアイテム、魔法を使うことで増減する。召喚魔法のエフェクトの間、コントローラーのボタンを連打することで、ダメージがアップする応援というジャンクションアビリティがある。これは、長いエフェクトの間に、 ユーザーは待たされるだけになるという意見を組んだものである。しかし、画面上にマークが表示されている時にボタンを押してしまうと75%まで落ちるため、闇雲に連打し続けると逆に弱くなる。また、ジャンクションできない乱入型 G 回と呼ばれる G 回も存在しており、今作には FFV のギルガメッシュが乱入型 G 会として再登場を果たしている。 属性は炎、霊気、雷、水、風、血、毒、性の八つが存在する。また、炎と霊気、雷と水、風と、血、毒と、ひじりはそれぞれ対立関係となっており、ある属性の耐性が強いモンスターは対立関係に、ある属性の耐性が弱いことが多くなっている。なお、地属性の攻撃は、レビテト状態にある場合や、 はじめから空を飛んでいるモンスターには無効。一部の魔法や一部の敵の攻撃に属性が設定されているほか、属性攻撃に魔法をジャンクションすることで通常、攻撃にも属性をつけることが可能である。また、G 界のうち、ジャンクション可能な16体の G 界の中の8体には属性が設定されており、乱入型 G 界にも属性のついた攻撃をする者も,もいる。 本作では武器屋といった従来の装備品販売店は存在せず、代わりに武器はジャンク屋というショップでギルと所定のアイテムを使い改造してもらうことで強化する。改造すると攻撃力、命中率が上昇するほか、主人公スコールの場合は使える特殊技の種類が増える。なお、一旦武器を改造した後でも、 材料さえ揃えれば、以前の武器に改造し直すことが可能である。本作では、従来の防具に当たるものは存在せず、防御力等の強化はすべてジャンクションで行う。本作は、従来の FF シリーズと比較してモンスターはアイテムを数多く落としやすく、カード変化のシステムもあるため、アイテムが非常に入手しやすくなっている。従来通りショップで売買も可能。アイテムは、 単純に使用する他に、生成システムを通じて、魔法や他のアイテムに変更したり、武器改造の素材に使ったりといった使い道がある。基本属性3種は、序盤で獲得できる次回で魔法生成可能。なお、本作では、戦闘によって所持金を入手できないシステムになっており、アイテムの売買が後日の給料と合わせて、資金源となる。生成とは、 G 界のアビリティによりカードからアイテムを作成したり、アイテムからより強力なアイテムや魔法を作成したり、下級、中級の魔法から上位の魔法を作成するシステムである。カードからアイテムを作成することはカード変化と呼ばれ正確には生成ではないが、実際にはカード、アイテム、魔法という流れで生成をすることが可能であるため、カード変化も一種の生成行為である。 ジー会のアビリティに依存こそするが、生成を上手に使うことにより、非常に手間のかかるドローの回数を減らし、手軽に魔法を補充することができる。また生成を駆使することで、序盤に一部最強クラスの武器や魔法を手に入れられるなど、生成を最大まで活用できた場合は、利点が多い。本作では、プレイヤーのレベルが上がるに従いモンスターのレベルも上がる仕様になっている。これは、 初期の提案の名残である。モンスターのレベルが上がると、各種パラメータが上昇するほか、より強力な攻撃をしてくるようになる。そのため、レベルアップによるメリットは、出現箇所やモンスターによって、レベルがある、程度固定されている、従来の RPG と比較して少ない。モンスターのレベルは、プレイヤーと同じく1から100の間で設定されるが、一部の、 ボスモンスターはレベルが固定、または一定の範囲でのみ変動するようになっている。また、不バイブは、キャラクターのレベルが従来の FF と比較して、非常に上がりやすい。ただし、カード、食べるでモンスターを倒すと経験値が入らないなど、GF の AP を上げながらレベルを上げないように、調節できるシステムも用意されている。入手している魔法を装備する形で、 ステータスが強化可能なジャンクションシステムを導入している。本作では必ずしもレベルアップでの成長に頼る必要はなく、むしろ敵の強化を嫌って、あえて低レベルを維持したまま進行するプレイスタイルも一つの手段となっている。また、モンスターのレベルアップにより、レアアイテム、上位魔法が入手しやすくなるため、レベルアップによって強力魔法を入手。 ジャンクションができるという応用力の高い成長が可能という副次効果がある。レベルアップ、レベルダウンを使えば戦闘中のモンスターのレベルを上げたり下げたりすることができるため、低レベルを維持したままでも高レベルのモンスターと戦い、上位魔法をドローすることも可能である。本作は戦闘で得られる経験値を戦闘終了時点での戦闘可能なキャラジー化へ、 均等に獲得するようになっている。この基本値に敵にとどめを刺した数に応じて加算されるボーナス値の合計で算出される。従来は逃げて戦闘を終了した場合は経験値などが全く手に入らなかったが、本作では逃げる前に敵にダメージを与えていれば余ダメージ値に応じた経験値が逃走後に加算されるようになっており、レベルを上げやすくなっている。なお、 敵にダメージを与えても、回復させてから逃げて、戦闘を終了すれば加算されない。本作はバトルに勝利しても、お金の入手ができず、お金の入手のほとんどは、給料、物品売却の2種類に頼ることになる。アイテムの物品売買は、アイテムの項目で説明した通り入手がしやすい、仕様である。給料はスコールたちが、シード試験に合格した後、 一定歩数を満たすごとに所持金に加算される仕組みである。給料額はシードランクで変化し、最大額は A ランクの3万ギル。シードレベルはチュートリアルの筆記試験をクリアすれば上昇するほか、ストーリー上のミッションの成功、失敗や戦闘回数及び内容などにより、給料振込時に上下することがある。なお振込時にランクの変動がなくても表示されない。 小数点以下の部分で変動しており、イベント以外の要因で、ランクがいきなり大幅降格することはない。なお、筆記試験合格後や A ランク昇進後には、小数点以下の評価レベルが切り捨てられるため、これらの直後は、評価が少しでも落ちると、直ちにシードランクが下がってしまう。バトル中に HP が残り少なくなると、戦うコマンドの横にマークが出て、 各キャラ固有の特殊技が発動できる場合がある。基本的に残り、HP が少なかったり仲間が戦闘不能だったり何らかの不利なステータス異常を起こしていたりするなど、味方が不利なほど特殊技の効果は上がる。また魔法、オーラがかかることにより、HP が減っていなくても特殊技が発動しやすい状態になる。逆に、特殊技を封じられるステータス異常。 カーズも存在する。ジャンクションによって、各キャラの個性は希薄化されるため、大胆に言えば、特殊技はキャラが個性を発揮する唯一の要素である。その際は、男性キャラクターの特殊技は連続攻撃系であり、女性キャラクターの特殊技は特殊な効果を持つ傾向がある。ただしゲストキャラたちはその限りではない。なお、アイテムによる知識の習得や武器の改造により、 新しい特殊技が使えるようになることがある。トリプルトライアドとはゲーム内に登場するカードゲームでプレイヤーとコンピュータが1対1で交互に縦3横3のマス目にカードを配置していくゲームである。世界各地の街の人などにボタンで話しかけることでプレイできる。カードは主にモンスターの絵が描かれカードゲームに勝った相手から奪うまたはバトルで カードコマンドを使ってモンスターを倒すことで入手できる。反対にプレイヤーが負けると相手にカードを奪われ、相手がそのカードを使ってくるようになる。このシステムはスタッフが何度も対戦して取り返す。というようにしたかったからとのこと。1枚しか所持できない G 回やプレイヤーキャラが描かれたレアカードも存在する。カードには4ペンに1から10の10段階の数字が、 書かれていて、場にカードを置いた際、隣接する相手のカードと接した変動詞で数字を比べ合う。そして、自分のカードの方が大きい数字だった場合に、相手のカードを奪うことができる。このルールはもちろん、敵がカードを置いた場合にも適用される。この他、地域ごとに、以下の特殊ルールが様々な組み合わせで設定されており、それに応じた戦略が要求される。 特殊ルールの組み合わせは、主人公達があちこちで、カードゲームをやることで少しずつ変わっていくほか、カードクイーンに金を支払うことで新たなルールを追加してもらうことができる。また、ゲーム終了後に行われるカードのトレーディングにも方式がいくつかあり、地域ごとのトレーディングルールの伝播なども細かく設定されている。カードは他の部分と独立したミニゲームというわけではなく、次回。 アビリティ、カード変化を使うことで普通のアイテムに変化させられる。特に G 会やプレイヤーキャラが描かれたレアカードは入手困難なレアアイテムに変化させられる点が大きな魅力である。なお、カードは当初は単にカードを集めるだけだったがそれだとあまりにもゲームから離れすぎるためカード変化が導入された。また、 バラムガーデンにはこのカードゲームの競合プレイヤーによる組織 CC 団が存在しており、パーティーメンバーのうち一人も加入している。本作のプレイステーション版では、ポーコトション用のミニゲーム、お出かけ、チョコボ RPG が存在する。お出かけ、チョコボ RPG はゲーム内で特定のイベントをこなすことでプレイできるようになる。そこではゲーム本編で入手困難。 あるいは全く入手できない貴重なアイテムを入手できることがある。レアアイテムの入手しやすさは、ポーコトション本体の固有 ID でランク分けされており、高ランクほど貴重なアイテムを入手しやすい。本編ゲーム中における効果が高いアイテムほど入手率の差が大きく、ID は通信体制によって書き換えることができるものの不公平感は否めない。 あとの Windows 95.98版でも同様に Windows 移植版お出かけチョコボ RPG を公式サイトからダウンロードすることで遊ぶことが可能だった。こちらのお出かけチョコボ RPG には前作 Final Fantasy VII の音楽が一部使われている。ポーコトション版との互換性はないため PS 版へのデータ移行はできない。ゲームアーカイブス版では プレイステーションビータ用アプリポーコトション4プレイステーションビータを用いることでプレイできるディスク1平時養成学校バラムガーデンに所属する青年スコールレオンハートスコールはサイファーアルマシートの戦闘訓練で顔に傷を負いキスティストリープがスコールの迎えに来たその後スコールは炎の洞窟での戦いドールの実地試験を通してゼルディン セルフィティルミットと共にガーデン所属特殊部隊シードの一員となる。その夜、行われた就任パーティーでスコールは少女リノアハーティリーと出会う。後に彼女の自分の気持ちに正直に生きる行動を見て他人と深く関わろうとすることを拒絶するスコールの心に変化が生じていくことになる。翌日、スコール、ゼル、セルフィの三人はシードとして バラムガーデン学園長の指導クレーマーからの任務を受ける。共にいた教師が言うには、ある組織からの依頼、本来は受け負わない内容だという。そして三人は組織の人間と接触するティンバーへと列車で向かうことになる。ゼルが言うには、ティンバーは、もともとは森林に囲まれた独立国だったが、大国、カルバニアに十八年前に侵略され、現在は、その植民地になっているという。 その話を聞き終わって間もなく、三人とも、混沌してしまう。その中で、三人は、カルバディアの兵士であるラグナレワール、キロス、シーゲル、ウォードザ・バックの三人が、戦地から逃走し、カルバディアの首都、デディングシティに行くまで、といった内容の奇妙な夢を見た。スコールたちの目が覚めると、そこは、ティンバーの手前。三人は納得できないまま列車を降りる。そこで出会った。 組織のリーダーがあの就任パーティーにいたリノアだった。彼女があの場にいた理由はシードを雇うために直接シド学園長と交渉するためだったという。そして彼女にシド学園長を紹介したのはサイファーだった。そしてそこで明かされた組織と行う任務の内容はガルバディアのビンザー・デディング終身大統領の誘拐であった。 作戦そのものは成功するも誘拐した大統領は偽物。落胆するもすぐに大統領がティンバーの放送局で何らかの放送を行うことが判明する。急いでティンバーに戻り始まった放送を見るとそこには大統領の姿が。しかし突如としてサイファーとキスティスが乱入。サイファーは大統領を抑え、キスティスはスコールたちにすぐに来るよう命じた。 現地に行くと、こいつをどうするんだとサイファー。しかし、ゼルの言葉で、ガーデンから来たことが、大統領に伝わってしまい、計画は崩壊。サイファーは、現れた魔女に連れられてしまった。行くあてのないスコールたち5人は、ガーデン関係者心得にのっとり、近隣のガーデンである、ガルバディアガーデンへ向かうことに。その道中、今度はスコール、キスティス、セルフィの3人が、 ラグナたちの夢を見ることになる。彼ら三人は今度は、セントラの発掘遺跡で任務を遂行していたが、最後は敵兵に、崖の淵に追い込まれる。そこで、下に広がる海にあるボートに乗って逃走するべく、ラグナは、当人の意志とは関係なしにキロストオードを海へと投げる。よく飛び降りるな、と謎の関心をしつつ、自身も飛び込むも、思い切りが足らず崖にぶつかってしまう。 夢はここで終わり、カルバディアガーデンへ。そこで、シド学園長からの任務が言い渡される。内容は、カルバディアの魔女の暗殺。方法として狙撃が指示されたが、スコールたち5人に狙撃に長けた人間はいない。そこで、カルバディアガーデンで狙撃に優れたアーバイン・キニアスを仲間に加えることになる。デリングシティでは、リノアの父である、フューリー・カーウェイの指示に従い行動することに、 魔女を乗せたパレードカーを途中の外旋門を封鎖することでその中に閉じ込め、そこを狙撃するという作戦で、スコールとアーバインは狙撃ポイントへ移動。キスティス、セルフィ、ゼルは外旋門を封じることに。リノアはカーウェーテイ帝に残ることになったが、納得がいかず単身魔女のもとへ。そこで捕らわれるも、スコールとアーバインによって救出される。この時、スコールは、 ディノアに、俺のそばから離れるなと言った。作戦は、右予曲折を経つつも、最終局面へ。しかし、狙撃は完璧だったものの失敗。スコールは、単身魔女のもとへ。しかし、そこに待ち構えていたのは、魔女の騎士になったと語るサイファーであった。魔女とは一体、シードとは何か。そして、ラグナたちとスコールたちの関係は、 物語は重要な局面を迎えることになる。傭兵の養成学校という舞台設定から、主要人物の多くは10代の少年少女が中心である。今回名前の変更が可能なメインキャラクターは、スコールとリノアだけであるが、これはプレイヤーに対しての配慮とのこと。声はアーケード版以降の担当声優、縁は PS 版発売当初のモーションアクターの担当俳優、または、 担当声優。物語中で一時的に操作することになるキャラクターたち。ラグナ、キロス、ウォード、そしてエルオーネの内の年齢についてはスコールたちが見た過去の時点での年齢。ガーディアンフォースとはファイナルファンタジーシリーズの召喚獣の立場である生物たち。ムンバ、乱入型カイ、ここではムンバ、乱入型カイについて記述する。 乱入型 G 会とは、結作アトルやシバなどのように、プレイヤーキャラクターにジャンクションすることができない、ガーディアンフォースである。乱入型 G 会という言葉は、アルティマニアで使われている。本作の世界は、対別して4つの国とそれ以外の地域に分けることができる。マップ上の陸地は、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県の4県を組み替えたような形をしている。 本作の世界は、FF7 が薄暗い世界を舞台としていたので、明るい感じにしようというコンセプトの下で作られている。本作における魔法は、魔女と呼ばれる特別な力を持った女性だけが持つ能力である。他の人間や魔物もそれに似たものを使えるが、それは威力の小さい疑似的なものであり、疑似魔法と呼んで区別される。バラムガーデンでは、 ジーカイトの相乗効果によるギジ魔法の強化法が研究され、ある程度の威力を持ったギジ魔法の使用が可能となっているが、真の魔法は物語中では敵の魔女とバリー状態のリノアが使うものが確認されるに過ぎない。ギジ魔法の能力自体はモンスターや各地に存在するドローポイントからその魔力を取り出すことで獲得でき、訓練さえ積めば誰でも使用自体は可能。 獲得した魔法を魔法として使う他にも、G 会を介して装備することにより、事故の強化が可能。しかし G 会を装備することが、使用者の記憶の欠落を誘発しているという批判も上がっており、特にガルバディアガーデンは、G 会の利用に対し、否定的な立場を取っている。このため、ガルバディアガーデン出身のアーバインだけは、スコールたちが忘れてしまった、ある重大な事実を覚えている。 なお、セルフィのスロットや、ガルバティア兵の疑似魔法使用など、G 回を使用せずに、疑似魔法を使用する方法も存在する。ただし、G 回を返さないで疑似魔法を使用する場合、放つ魔法の種類を制御できなかったり威力が弱まったりするため、G 回を返した場合と比較して実用性は劣る。魔女は、自らが持つ魔力を使い一般の者のを恐怖に、陥れたと伝えられている。 がが魔女のののててそうだっったたではないいいい自らの力をを嫌生,生活を送っていた者もるると言われるまた、魔女の中には信頼のおける男性を魔女の騎士として側に置き、魔女であることの不安に共に立ち向かった者もいると伝えられている。なお、魔女の力はその血筋には全く関係なく、その資質を魔女に認められて力を継承されることによって代替わりしており、 また魔女はその力を持ったまま死ぬことはできない。また、一人の魔女が複数の魔女の力を継承することも可能。なお、作中において、世界を創造した範囲が自らの半身を人間に与えたとき、その半身は力を持たない抜け殻であったという伝承が登場するが、ここで研究されている力を持った方の半身が魔女の起源かどうかについては示されていない。 魔女イデアの、悪しき魔女を倒すための戦士を育てると唱えた理念の、元に創設された、私立の兵士養成学校。12年前に、イデアの夫であるシドクレーマーが学園長を務める、バラムガーデンが開校され、それに続いて、ガルバディアガーデンとトラビアガーデンが開校された。各校は、経営面管理者のマスターと教育面管理者の学園長が統括している。 高い戦闘能力を備えた人材の育成を行っており、卒業生の多くは各国の軍など戦闘関連の業務で活躍している。参考の中で中心的な立場であるバラムガーデンを例にとると、入学資格は5から15歳までの男女で自分の能力を伸ばそうという意識を持っていることが必須条件。十分な能力を身につけた者は、 学園長の承認を受けた上で15から19歳の間に卒業できる。20歳までに卒業資格を得られない場合は、方向処分になるが、シードは、人気満了となる20歳まで在校が可能になっている。バラムガーデンが保有する、施設用兵集団。バラムガーデンにて15歳になると、筆記、実地の2項目で構成されるシード試験への参加が、 認められるが、合格者は3割程度に止まる。20歳になると除退となるため、在任期間は最長5年である。シードになると、専用の制服と個室が与えられ、給料が払われるようになる。G 会を使用し、隠密行動や護衛任務を得意とする。また、バラムガーデンのシードとは別に、イデアが創設した白い服のシードも存在する。ただし、 彼らは自分たちの船で世界を放浪する生活を送っており、世間にその存在を知る者はほとんどいない。発案者はシドクレーマーの妻イデアであり、もともとは魔女を倒すための兵士として組織された。しかし、バラムガーデン設立資金を援助した農具の思惑により、当初の目的は次第に覆い隠され、 各国に優秀な戦力として派遣される傭兵としての認識が強まっていく。現在では、シードは軍事バランスをも左右する存在となり、バラムガーデンの重要な資金源ともなっている。また、上記の GF の副作用が囁かれ始めた後も農具は派閥を利用しこれを抑えつけている。シードとは種を意味する英単語であり、庭で育つ種という意味を持つ。 ファイナルファンタジー8に登場する都市や国家のうちエスタを除く各地の間は多かれ少なかれ交流が存在するがエスタだけは他の国と接触を持たないことで沈黙を保っている。これは17年前にエスタで大規模なクーデターが発生して以降エスタが諸国との接触を断っているためである。このエスタの断交はエスタの沈黙と呼ばれている。そのため エスタが平和主義国家になったことは他国には知られておらず、未だに警戒心を持たれている。17年前、エスタは強大な力を持った魔女、アデルに支配されていた。アデルは自らの力を継承する器となる女性を探すため、世界各地に兵を送り暴虐の限りを尽くしていたが、とある事件を起きに宇宙に追放、封印された。その後、 クーデターのリーダーを大統領にいただいたエスタは、外部からのアデルへの意識の接触を防ぐために、強力な電波を発生する装置を使用しているため、これ以降長距離通信は行えなくなり、テレビの放映等は地下に張り巡らされた HD ケーブル通信を用いている。ファイナルファンタジー8は、世界的に評価されていて、北米では発売から2日目より、アメリカでは3週間以上、 トップセラーであった。日本、イギリスでもベストセラーとなり、13週で5000万ドルの収益を上げたのは FF シリーズ最速。日本では発売から4日で250万本を販売。1999年末までに全世界600万本販売された。2003年3月31日までに日本で370万本、日本国外で445万本。 全世界815万本出荷している。本作のオープニングカットシーンはゲームインフォーマーのビデオゲームのオープニングトップ10において2位にランクイン。イグンの同じランキングで1位にランクインしており、ゲームスプイでは第15回ビデオゲームの最高のムービーシーンに選ばれている。イグンではさらにプレイステーション全タイトルのうち本作のエンディングをベスト3に選んだ。ウーゴトコムは 本作をシリーズで最も記憶に残る瞬間の一つと述べた。日本ではファミ通で2006年に読者投票として行われた全世代ゲームベースト22位に選ばれた。ギャモストラは本作は間違っていくことも多いが正しいことはもっとあると述べ日本の重要なロールプレイングゲーム20の一つに選ばれた。2009年9月までに PS 版が 全世界860万本出荷している。ゲームプレイについてはレビューが混在しており、イグンはガーディアンフォースの攻撃シーケンスを信じられないほど映画的だが退屈であり、ゲーム中で最も弱い側面と感じたとし、エレクトロニックゲーミングマンスリーも同意見であった。また、戦闘システムについて RPG の熱狂者たちが好む非常に複雑だが、斬新で革新的なものとした。 オフィシャル US プレイステーションマガジンは、ジャンクションシステムの魔法を繰り返し装備にすることが重大な欠陥であると主張した。エッジは、複雑な戦闘システムやオプション、テクニックが困惑させる数で構成されているとしたが、ほとんどのゲーマーにとっては面白いだろうと述べた。ゲームスポットは、ジャンクションシステムのカスタマイズの可能性は計り知れない、と述べ、戦闘システムを称賛した。 一般的に前作の FF7 と比べて好意的に比較された。ゲームレボリューションはキャラクターボイスがないことに疑問を呈したがストーリーラインとエンディングを称賛した。エッジは本作を FF7 より成熟したゲームとした。一方、同志はゲームの長さが一貫した対話とサブプロットを提供することができないと感じたとしている。またストーリープロットの一部が 適切に準備、コントロールできていないとし、関心の無さ以外でこのような瞬間を迎えるのは難しいとした。総評として、スクウェア屈指のファイナルファンタジーの中でも今一つだとし、ビルさサは驚異的であり、稀に魅力的ではないが規模と出来栄えが比類いないとまとめた。エレクトロニックゲーミングマンスリーは、キャラクターの出来が RPG 最高であり、本作は、 ジャンルの頂点にあると述べた。ウーゴ .com は、フバイブにあった欠陥を他作品では見せていないが、本作はこれまでのコンソールスタイルの RPG の中でも大胆で画期的なゲームだとした。2002年、イグンは全ての強みを持ち、より良いものになっていると評し、プレイステーションで本作が FF セベにより上位に位置するとした。ゲーマ画では、 満足度ランキング横丁のコーナーで2009年に読者投票として行われた期待外れだったゲームで11、中2位にランクインしている PC 版は混在したレビューを受けたマキシマム PC はフルモーションビデオシーケンスを驚異的と評価ゲームプレイに慣れていくうちにチームワークを楽しみビジュアルのプレゼンテーションが魅力に加わったとしたゲームスプイは前作から 大きな飛躍ではないが、ゲームプレイとビジュアルが魅力的だがレンダリングされた背景がぼやけていることや、キーボード操作に難があるとした。ゲームスポットは、プレイステーション版と比べてサウンドが優れているがその時点であったコンピュータの機能を活用していないことを批判、このタイトルを買う時ではないと勧告した。ウーゴトコムは元のカウンターパートより劣っているといい。 プレゼンテーションはゲーム全体のレセプションに悪影響を与えたと付け加えた。コンピューターゲーミングワールドは過去作とサブゲームのトリプルトライアドを考慮して新要素や変更点を称賛したが元からあるゲームの欠陥を怠惰がっかりとしそれを強調するために役立ってしまっていると述べた。だが同志で行われた2000年のベストゲーム20位に選ばれた。 一つの魔法を何箇所でもジャンクションできるという裏技があり、例えばアルテマをすべての能力に反映することもできる。これを用いると非常に簡単にキャラクターが強くなる。ただしこのバグ技は Windows 版では修正されている。発売後、一定条件下でエスタに入った時にゲームの進行が停止するという問題が発覚し、新聞などで大きく取り上げられた。 この問題は以下の条件をすべて満たしたときに発生する。なお、このハングアップ問題は Windows 版では発生しない。また、アルティメット e h 版では修正されていないため、このバグについて注意事項の用紙が入れられているほか、アルティマニアにも掲載されている。また2009年9月24日に配信されたゲームアーカイブス版も PS 版の完全移植のため、 このバグは修正されていない。通常版では、バグ発覚後に生産、出荷されたソフトに注意書きが封入されている。本作では、ファイナルファンタジーシリーズで初めて主題歌が起用された。フェーウォンが起用された理由は、シナリオライターの野島一世が、フェーウォンのファンであり、歌い手を誰にするか悩んでいた時に集められた CD の中に、野島が、 フェーウォンの曲を入れていたことでフェーウォンに決まったという。ゲームの挿入歌でありながら、合図、オンメは記録的なヒットとなり、1999年の日本ゴールドディスク大賞を含む数々の賞を受賞している。なお、ゲーム中では様々なアレンジが流される。ゲーム起用以外には1999年10月3日に PS 版に存在した。 いくつかのバグが修正されている Windows 版が2014年5月8日には同作を Windows Vista 以降に対応させたバージョンが Final Fantasy VIII for PC というタイトルでダウンロード潜売される2009年9月24日よりゲームアーカイブスでも配信されている2012年12月18日にネット限定販売でフェから f f x 位までのナンバリングソフト 2014年5月には、Windows Vis 対抗対応版が、Final Fantasy VIII for PC と題し、ダウンロード専売商品として発売された。レーティングは、オリジナル版同様、ロ、B。Windows 版では BGM を、ダイタ a クとミュージックにより再生しており、音色データに、ヤマハの XG ライトを用いているため、オリジナル版とは異なるサウンドとなっている。 どちらの版もストーリー自体はオリジナルと変わらないが、4PC 版は Windows 95.98版にない各種オプションが実装されている。なお、4PC 版のお出かけ、チョコボ RPG はゲーム内に別アプリとして最初から同梱されており、オリジナル版同様に本編用のアイテムを得ることができる。2019年9月3日発売のリマスター版。 ファイナルファンタジー8リマスタードはキャラクターのモデルが一新されたほか、4PC 版のような便利機能を搭載しているが、お出かけ、チョコボ RPG は削除されている。開発協力はドテムで 4PC 版とは異なり音色データは PS 版のものを使用している。ソースを明確にするため、通常記事と開発者発言については別記載。 インタビュー回答者が5人以上いる場合は、代表として発言者の名前のみ記載。ありがとうございます。